はい、こんばんは。大阪阪神を愛する隊員です。岡田監督がついに阪神に帰ってきましたね。岡田監督か落合監督がいいと思っておりましたが、そのうちの岡田監督になって本当に良かったと思ってます。岡田監督に代わって阪神がどう変わるか考察していきます。そうだね、私はこう思うけどなどありましたら、コメント欄で教えていただけたら嬉しく思います。阪神の上昇時代2005、6、7、8ぐらいを当時を見ていきます。岡田監督年俸1億円、木戸克彦作戦兼バッテリー、中西さんが投手コーチしていましたね。で、広沢さんが打撃コーチ、チーフ投手に久保さん、チーフ野手兼打撃に吉武春樹さんで、和田さん、山脇さんが守備走塁していました。そして星野信之さん投手コーチしていました。町田浩二郎さんが2軍で打撃コーチをしていましたね。岡田監督は実力者をコーチに据えました。当時引退して間もない広沢克己さん、町田浩二郎さんを起用するなど柔軟性もありました。2023年はこのようになると予想します。岡田監督年俸1億5000万円、公式発表では多分1億円と出ると思うんですが、1億5000万円もらうと思います。そしてヘッドに木戸克彦さんか平田勝雄さんに頼むんじゃないかなと思います。木戸さんがそのままスライドでヘッドになるか、2軍監督から平田さんがヘッドになるか、どちらかかなと思います。そして投手コーチ、藤川球児さん、久保田智之さん、安藤優也さん、この3人のうち2人になるんじゃないですかね。藤川さんは入閣するとスポーツニュースに出てました。そして、岡田監督は久保田さんも JFK の1人で高く評価してました。安藤さんも使ってましたからね、迷いますね。まあ3人のうち藤川さんが入って、あと1人久保田さん安藤さん入るんじゃないですかね。もしかしたら3人体制もあるのかな、それか2軍の投手コーチやってもらうかかなと思います。そして打撃コーチ、今中さん浜中さんに頼むんじゃないですかね。今岡さんの名前はスポーツニュースに出てました。浜中さんも岡田さんは買ってましたから、コーチに誘うんじゃないかな。そして檜山さんも打撃コーチ入りそうかなと思うんですけど、人気ありますしね。どっちかというと岡田さん現役時代浜中さんを4番置いてたんですよね。檜山さんより浜中さん評価してたから、その辺檜山さんどう思ってるのかなと私は感じてます。はい、ということで打撃コーチは今岡さん浜中さんがメインで入るんじゃないかなと思います。でチーフ投手コーチ久保康夫さん、久保さんは2005、6、7、8年の阪神上昇時代投手王国だった時投手コーチしてましたね。もう一回頼めれば頼むんじゃないですかね。久保さん入るといいかなと思います。久保さんの今の事情がどうか分かりませんが、久保さんに頼むんじゃないかなと思います。そして守備走塁、スポーツニュースに出てましたが鳥谷さんが入閣するみたいですね。鳥谷さんは確実に頼むでしょう。内野守備、去年も今年もひどかったですからね。去年は2位に入りましたけど、大事なところで結構ミスが出てました。今年も中野なんかがポロポロミスってましたからね。もうしっかり球際の強さ、守備範囲、鳥谷さんが教えるんじゃないでしょうか。鳥谷さん自身現役時代もう堅守を誇ってましたからね、これをうまく伝えてくれると思います。藤さんと藤本さんも現役時代守備うまかったんですけどね、伝える力が弱かったのかな。まあ、決して悪いコーチじゃないとは思うんですけど、まあ一回お休みで鳥谷さん入るでしょう。はい、そして外野守備
外野の守備走塁は間違いなく赤星さんに頼むんじゃないでしょうか。岡田さん、赤星さんをすごく頼りにしてましたよね、現役時代。そして赤星さん自身も岡田さんをこう慕っていて、何言ってるか分かんないんだけど、こういうこと言ってるんじゃないかと思って行動してるって言ってました。赤星さんも岡田さんを慕ってるし、岡田さんも赤星さんを頼りにしてましたし、いい関係だから守備走塁コーチ頼むんじゃないかなと思います。赤星さん日テレで随分出てますけど、さすがに頼まれれば阪神のコーチになるんじゃないでしょうかね。私としても阪神のコーチを見たいです。2023年の阪神のスタメン予想をします。1番センター近本。近本はやはり1番で活躍してもらいたいですね。このパンチ力を生かして1番が似合ってると思います。2番ショート中野。中野はショートの守備もう少し鍛えて来年は出てきてほしいと思います。まあ9大点ですけどね。3番セカンド浅村。阪神は浅村を取りに行くんじゃないかと思います。セカンド、阪神のセカンドは課題ですよね。なかなか埋めることができませんでしたし、ここで長打力のある浅村が入ってくれたら阪神の打線厚みが出ると思います。浅村が楽天を出るようなことがあったときは真っ先に取りに行くんじゃないかと予想しています。浅村が FA 宣言しなかったとき、あと FA というと外崎が、西武の外崎がいるんですけれど、外崎は長打力がすごくあるわけではなくちょっとパンチ力に欠けますよね。まあいないよりいいかもしれないけど、まあ積極的に取りに行くほどではないと思います。まずは浅村を全力で取りに行ってもらいたいと思ってますし、浅村セカンド入って埋めてもらいたいなと思ってます。打線の中心になってくれますよね。4番サード佐藤輝明。佐藤輝明君はやはりサードで活躍してもらいたいと思います。サードの守備は絶品です。守備から攻撃に入るリズムがよく入るとよく言いますから、サードでいい守備してもらって4番サードを打ってもらいたいですね。5番レフト大山。大山も長打力あってすごくいいです。まあ4番5番は入れ替わることがあるでしょう。大山も4番を取られていい気分でいるはずがありません。大山、まずはここでは5番レフトと予想しますが、大山の奮起も大いに期待しています。6番ファースト新外国人が6番に入ってくるんじゃないかなと思います。マルテが大減俸で残留する可能性はあります。残留した場合はマルテと新外国人が争うんじゃないでしょうか。ただマルテ守備がひどすぎますからね、もっと鍛えて守備9大点ぐらいまで上がってきてくれないと岡田監督も使いにくいんじゃないかなと思います。3割3分35本ぐらい打ってくれるならあの守備でも目をつぶりますけど、ちょっとそこまで打つわけではないし、でホームランも昨年は20本程度でしたから、ちょっとあの守備であの打撃だとちょっと物足りないですよね。だから新外国人が入ってくると私は予想します。新外国人の長打力、未知の力に期待したい気持ちが強いです。7番ライト島田海里か井上康太。井上の長打力私は期待してます。井上くんそろそろ出てきてくれるといいなと思ってます。この辺はオープン戦を見て井上を使うか、実力者の島田を使うか、岡田監督は決めるんじゃないかなと思います。8番キャッチャー梅野はやはり守備力高いですし、足も速いし、打撃も来年は岡田監督のもと開花するんじゃないかなと思います。今年は使われたり使われなかったり、矢野監督の起用法が今一つ読めなかったところがあります。梅野も実はモチベーション下がってたんじゃないかなと私は感じていました。
なのでここは8番キャッチャー梅野、岡田監督が固定してくるんじゃないかなと思います。そして9番ピッチャー青柳さん、もう阪神の大エースになりましたね。青柳さんに期待します。以上でスタメン予想終わりますが、どんでんさん来年はやってくれるんじゃないでしょうか。現役時代阪神タイガースを退団するときに日本一の阪神ファンであり続けると岡田さんは言ってました。日本一阪神のことを考えている、阪神のことを愛している監督だと私は思います。選手の起用法も特に問題があるところも見受けられませんでしたし、選手の実力を引っ張り出してくれると思います。岡田監督に期待しましょう。